あれこれあれじゃないですか。あ、そうっす、これはここ、はい、ということで、はい、今回はですね、まあ、福岡に来たんですけど、はい、福岡に来たということで今回はそのうちらベルトを作りまして、そう、実はねそのベルトの工房が福岡にあるということで、アートブラウンさんです。はい、で、まあね、いろいろうちらミーティングとか重ねまして、うん、やっとサンプルが上がったということで、まあ、いろいろ工房だから見れるんだって、うん、工程が、うん、祭壇とか、まあ、いろいろ見れるらしいんで、それをちょっと見ていこうということで、はい、それで行きましょうか。行きましょう。お邪魔します。大状態ですよ。こんにちは。こんにちは。久しぶりです。こんにちは。久しぶりです。あ、私も久しぶりです。お願いします。アートブラウンの、林田さんです。はじめまして、アートブラウンの林田と言います、はい、よろしくお願いします。今日はですね、林田さんに、まあ、ネイジャパ別注のベルトの、1から、完成するまでの工程を、ね、あのご説明していただきますので、ちょっとできるんですよね、これも やらせていただける。そう、今日はもうフィニッシュまで、はい、はい、もうフィニッシュまで楽しみだね。楽しみですね。早速、はい、どうぞ行きましょう。行きましょう。見て、この革の匂い。革の匂いがすごい、うん、いい匂い。めっちゃ顔の匂いですね。ね、いるね。クリンが作ってる。本当だ。怖いな。こんな感じです。あれこれあれじゃないですか。あ、そうっす、これは今回出ましたね。さて作ってる。はい、どうぞ。うちらも初めてサンプルはもう、そうそう、ね、見たんだけど、いいね、かっこいいじゃない。これ真鍮で、そう、真鍮無垢で、ね、作りました。経年変化はね、できるように、クロメエクセルだ。クロメエクセル。で、ちゃんとこの、そう、こちらのブランドミッションディストリクト、これもあとでやってもらいますんで、うん、おー、すごいね。やっといいね、顔なってますと。いい顔です、これ。何側なんですか。これ牛革です。牛革、はい。じゃあ基本的には牛革が結構メインですね。あんまり他は使わないかな。これ一色ですか。今回は一色です。でもう一個のやつ言わなくていいのか。もう一個はまだ今後。あ、もう一個ね。ね、出るんで。実際本当はこれともう一回作ってるんですけど、それは、まあ、まだ次回に追ってということで。はい、で、まあ、これに使ってる革のストックがあそこですね。あ、本当ですね。あ、そこの上にあるんだ。これが、アメリカからやってきたクロムエクセルレザーっていう革です。うん、名前がかっこいいですけど、大体どの辺なんですか。クロップって言われる、ちょうど、まあ、うん、お腹のあたりの、お腹なんですね、皮ですね。すごいしっかりしてね、牛のお腹ってね。ね、確かにこんなに厚いね。すごい分厚いね、これね。分厚いんだけど柔らかいんですよね。そうね、そうですね、うん、触ってみて。あ、オイルが、オイルが、ホーウィン、これホーウィン社っていうアメリカのシカゴの、タンナーさんが作ってる皮なんですけど、まあ、4種類ぐらいのオイルをブレンドして、すごいしっとりしてる、で、舐めす前に厚さが 2.5 ミリ以上の皮を、まあ、剪定して、で結構こうなんかあの石油系の油とかだったら、うん、結構こうすぐに浸透するんですけど、それだとこういうちょっとやっぱしなやかさが出ないんで、うん、まあ、時間かけて、いい皮選んだね。そうなんですよね、さすがですよ。お目が高いです。お目が高いな。ミーティングしましたね。ミーティングして。で、実際こういうのをこう裁断、帯を裁断していくて。そうですね。で、裁断機がそこに見えてる。うわ、かっこいいな。かっこいいね。これも古いやつなんですか。これも結構もう年代ものですね。これがあるんでやっぱベルト量産できてる。うん、なるほど。これ今今回ベルトは 3.5 センチ幅。3.5 はい、なんですけど、これ今その幅で入ってるんですよ。で、これが刃ですね。そういうことか。で、ちょっとできるのが調節とか。そうです。これがこんな感じ。へー、一気にこういう風にやっちゃうかってやっちゃうんだ。何本も一気にできる。一気に。一本だと思ってたわ。一本ずつだと思ってた。ね、そうだ。そうそうそう。なんか幅はここの幅を例えば、はい、これ35ですけど40とか42とかに変えたら、これ幅で、このその自体を変えるんですか。じゃなくてこれをこれ一回バラして、バラして、はい、でここの幅のやつを全部入れ直してっていう感じですね。す
すごいね、初めてこんな一気に、ね、だから量産ができる。そうですね、早速どうします、切ってみますか。じゃあ実際切ってみようかな。できんじゃないこれなら。俺全然できないんですよこういうの職人じゃないんで。不利でしょ、不利でしょ。いやいや、ほんと違う、目じゃないんだけど全部曲がっちゃってるスパイとかあるんですかこれ。だってスパイも買い取り失敗はね、あんま結局もうここにこれまああのガイドみたいなもんなんで、うん、これに合わせて沿わせればね。そう、うん、あとはもう自動でバーッと送ってくれるんで、これも挟んでくれるからそんなずれないんじゃない。多分まあ一回やってみましょう、うん、ここにこう沿わせて、でこれがもう手がこういかないように、これ本当にあの真っ二つになっちゃう。でも行きます行きますよ、グワーって。3.5 で、あの結局 3.5 っていうか、だからここは 3.5 だ。いや笑い事じゃないですか。フリフリですか。これはフリではなくて、なんかもうこれを絶対もう手が指がいかないように。そう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 。あとは革の押さえ。これでこのペダルを踏むと。足があるんで回っていくんで、まあちょっとでも緊張するねこれ。手汗がすごいですけどねおお結構いくね。おお、こんな感じですか。そうそうそう、うまいっすね。よし、おいいんじゃない。結構これでいいんですか。そうです、これで。おお、すごいすごい、できたね。できたね。これでこうなったら次こう来たらこうなんですか。そうそうそう、ね、今ここは本当はそうしたらもっと行ってもっといけるんですけど、うん、2回やるから。そう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 、うん、じゃあこれ今度タクトさんじゃないですか。ここで失敗しちゃうっていうまさかチャンス出るわ。いやタクトはもううまいじゃん、もうって、うん、ね、ミシンやってるからさ。あ、そうなんですか、うん、たまに、でこれでもう組めばいいですか。そうです、ティッチをつけてこっち奥。そうっす。あー、なるほど、うまいな。これで、すごいしました。これが帯になるんですね。そうです。でこれはもう本当にまだベルトのもう初期段階、初期段階、ここからいくつか工程があります、うん、もう切っただけでもうだいぶベルトっぽかった、ね、もうね、それでも使えそうだけどね、もうなんか、ね、そう今これだ言うたらまあこうバリが出てる状態なんで、このバリを取っていく作業を、うん、そういうのも今からします。カード、あ、本当だ。そうですそうですそうです。あとベルトって剣先がありますからね。そうですね、それもカットしていくってことですか。それも剣先とバックル側もやって、あとはベルトのピン穴も開けて。わ、意外と工程多いですね。じゃあじゃんじゃん行きましょう。行きましょう、はい、行きましょう。次はですね、はい、小刃取りをします。小刃取り、はい、好きですね、はい、小刃取り専用の職人。小刃取り専用職人ですうちはもうそういう部門分けしてるんで。あ、そうなんですね。嘘です、通常だったら1本とかだったらもう手でこう削いじゃうんですけど、うん、まあある程度本数がある時とかはもうこういう機械を使って、うん、専用のがあるんだ、ね、そうです。ここから入れて、あ、なるほど、ね、ここの角だけをきれいに取るっていうね。へえ、そういうのマスターが、マスターよろしくお願いします。小刃取らせていただきます。ここが刃で、どんだけ取るとかで高さもこれで変えられる。どの位置で取るとかで全然変わってきてくるので、もう取ってるじゃない。これちょっと今試しで、こんぐらい、だいたいこんぐらいなんですけど、ちょっとこっちが取れすぎてるんで、もうちょっと刃を寄せてで調整をしていくと、はい、これでいいと思います。ちょっと大きい音しますね。飛んできます？こう飛んでる。いや、ある、こっちは。すげえ。結構早いんで、一番早い。これ今、撮る前と、はい、わ、全然違う、ほら。あ、本当だ。めちゃめちゃ綺麗。全然違う。滑らか。ね、すごい滑らか。ベルトだ、ね、こんな変わるんだね、すごい。これを結構やっぱり、まあ、
できないところが多いというか。あ、そうですね。写真で撮ったら、綺麗になりました。綺麗になりました。いい感じですか。いい感じじゃない。第3工程いきますか。じゃあ、はい、行きましょうか。レシピみたいな感じで、あ、これちょっと、まあ、ネイティブジャパニーズなので、おお、使用書ですね。そう、使用書ですね。カットサイズが書いてて、35点幅のことで、1065点長さのことですね。あ、そんな感じで切るんですか。これで切れる。おお、そんな気持ちね、すげえ切れ味。これもだからやる前に研いで、研げてないとやっぱ全然切れないし、まあこれ柔らかいんで比較的切れやすいですけど、もうちょっと厚い皮とかだともう全然切れないです。いきます。おお気持ちいい。これすごい。こんな感じで裁断が終わりました。第3工程。そうです、第3工程で次はこっちのこの矢尻型に、うん、剣先ってやつ、ね、落としてます。どうやってやるんだよ。ねえ、これどうやってやるんだろうね。一番難しい。マシンがあるのかな。そういう多分型があるんじゃない。そういうあ、そっか。あ、手で作業する。あ、ほんとはね。そういう型もね、こういう感じなんだ。金型があるんですね。金型ね。これは幅に応じて、なるほど。初めて見たな、これ。これ、本当は35だ、ちゃんと。で、この時に、バックル側って基本的にこう折り返すんで、はい、綺麗な方を剣先に、ちょっと傷がある方とかはもうこうバックル側にしちゃって、なるほど。こう見た時にちゃんとこう対象になってるかどうかっていうのを確認して、大きくしていく。何時なった切れた。切れた。あ、切れた。ああ切れた。おお、すげえ。こういう風に作るんだ。なるほどね。型があるんだ。そうです、そうです。で、バックル側も同じように合わせて。あ、バックル側ってそうにカットするんだ。そうです、そうです。これでこうやって。あ、確かにそうなってるもんね。確かにね。折り返したとこ。うん、できました。できました。第4工程です。すごい。あれ、またすごいマシンが出てきた。そうです。まあ、小刃、さっき、小刃取ってもらったやつ、あれを、まだあれだと表面が粗いんで、ちょっとこれで、まあ、バフ掛けみたいな感じで、ちょっと流して、バフ掛け職人、ちょっとまた、あ、まあ、いろいろできますよ。お忙しじゃないですか、軽く落としてる。めちゃ緊張してる。こんなの取られちゃう。一本一本やん、大変だよこれ。確かに。どうでしょう、先生。どうでしょう、足りないかな。もうちょっと結構強めやるんですか。結構そうですね。OK です。これでまだ小刃終わりじゃなく、あ、終わってなくて、ここから磨きます。磨く、ね、やっぱいい皮ってやっぱ小刃も結構馴染むんですけど、やっぱあんま良くないのってやっぱバサついてたりとか。あ、そっかそっか。そこら辺も結構。なるほど。じゃあベルト見るとき最初はこの小刃見るんですか。小刃とか結構やっぱ皮好きな人とかって小刃見ますね。面白い。いいこと聞いたね。今度から見ちゃうわ。見ちゃうね。通常は結構何十本って一気にバーってやっちゃうんですけど、こういうのとかだともうこう丸めて、これまあうちでは CMC って呼んでるんですけど、まあ小刃をこうまあ整えるための薬品ですね。こういうのまあまあ、いや、本当はこれつけてバーってやるんですけど、あの1本とかだとつきすぎちゃうんで、まあこういうふうに塗ったりとかして、どうしましょうかね。もうちょっと上、これが塗ったとこと塗ってないと全然違うんで、もう色が。最後に乾燥したやつとかで、こんだけ艶が出ます。おお、ほんと艶が出てる。違うな。これ乾いても艶はこのまま。そうです。
僕らの中では墨書きって呼んでるんですけど、はい、染料をちょっと入れて磨くタイプのものもあるし、あ、なるほどなるほど、そうです、革の色に応じて全然違う、コバに色を入れて、全然違うね、疲れてる大丈夫かそれちょっとついていってよ、あれやばいやばい好きついてすげえついちゃいますよ、難しい、溢れ出てるもん、かわいい、そう、そんな感じでもう手でもう伸ばして、でもつけすぎても別に悪くはないですか、ダメ、まあ、その皮によってはそこがシミになっちゃうから、あーなるほどね確かにえ違うの、いやこれ100本とか200本も難しいな、これ全部手作業でこんな小麦焼きをしてますね、すごいですね、これでもちゃんと、ね、ちゃんとやないとこっちに出ちゃうんだ ね大概その本数やった次の日はもうやっぱ手は上がらないです、へえ、ちなみにこういったのはベルト以外にもやるんですか、全部やります、ベルト以外にも財布とかバッグとかもう基本的には全部コバは、ちなみに私アートブラウンさんの財布使ってるんですけど、あ、本当ですか、後でこれ塗ってもいいですか、ああ全然全然あれめっちゃメンテしてる、持ってくるでしょ、持ってくる、すげえ屈強、ね、屈強な硬さの革使ってるやつじゃない、まあでもやり慣れてるからうまいっすね初めてですけどねでもこういうの好きなんですよ、たくさん、これ裏で見分ける、そうですそうです、テントの方市民どっちってタクトの方がなってませんね、これ本当にカブとかテントもやばいな、つけすぎてやばいやばいっすね、これはもうなんとかしますあとこういうヘチマをちょっと使ったりとか、これはもう磨いてもうこの溝がすごい、あるよね、こういうお菓子オフありますね、ふがし、ヘチマって懐かしい、なんか甘いやつ、もともとこの状態ですごい、磨いてこうなっちゃったの色が、そうそうそう、いろいろだから、まあうちももう創業して40、50年弱になるんで、まあ、過去こういったものを使ってて、で現代、まあ、実は違ったものの方がより、まあ、効率もいいし小刃も綺麗になるんじゃないかっていうことで、まあ、そこはもう、 こう日々試行錯誤しながらみたいな、すごいね、次やりましょうか、うん、じゃあ次は穴あきいきましょうか、あ、おあこういうのあるんだ、あります、すごい、一気に5ケツ、今回だったら7コアなので、はい、まあ、5個開けて、ずらして、2個内側にポンと入れて、ね、え、これケントたち指定したの？7個にしました、あ、7個にしたで、これだから初め多分、サンプル送ってなんか自分たちで開けたでしょだからちょっとうちの感覚とちょっと違ったところに穴が開いててあれって言ったら増やしたんですよ、穴を、そう、うん、だサンプルを何回か 作り直したりして、このまず、一踏みしてください、お、サクッていった、サクッといったね、すごい、おお、開いた開いた、そしたら次これプラス内側2個なんで、こういう風なずらし方をして、なるほど、もう一回やるのか、でここにちゃんと穴が合ってるかどうかっていうのを見て、はいはい、はい、おお、すげえ職人じゃん、綺麗だ、しかもね、めっちゃ綺麗じゃん、これ綺麗に開けたね、いいじゃん、バックルを入れるための、そうです、これも今、セッティングしてもらったんで、これでも踏んでもらえれば開きますおお、いい、気持ちいいね、これやっぱ気持ちいい、これ開きます、 ありがとうございます貴重な貴重な革チップ、革チップできてきたね、やばいね、うん、ましたね、次行きましょう、じゃあ命を吹き込みましょう、おお、もうこれもセッティングしてあるんで、あ、ここにもそうです、なってんだ、これうちのまあ土台に亜鉛板で、はい、今回もうこれセットしてるんですけど、うん、突板作ってて、でそれをここに今これがそうです、あー本当だ、でこれが温度で、皮によって温度の調節していくっていう、そうですね、
で裏側だとなかなか箔が、箔というか焼きに入りづらいんでちょっと温度高めにしたりとか、今回銀面っていうより表なんで、この焼きを押す場所は2人が決めました、はい、全部決めました、全部決めてるんです。感覚的にギューって押したら焦げついちゃうんで、あーそうかそうか、加減も怖っ、ギュンくらいトンってトン、でも弱すぎて前でしょ、ここ押さえながらですよね。そうです。奥に。あ、暑いじゃん、ここ。ここは暑いです。100何度とかなってる。気をつけて。こんぐらい？あ、それか、ちょっと待って。こっちに一回押してみましょうか。失敗できないでしょ、これ。確かに。ドーンって。一回押した方がいいね。あ、確かに。本番いきなり。落ちるけど。ドーン。ドーン。弱いんじゃない？弱い。弱い。ちょっと、もうちょっと強めでいいですね。難しいね、じゃあこれ。ドーン。あ、まあまあこれぐらいですかね、本番です、いきます、ドーン、ちょっと、あ、強めかな、どう、お、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、おい、よし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 、命が入りました、入りましたね、かっこいいね、いいじゃん、こんな感じですね、ドーンの感じだから、ドーン、みんなやって一緒に、せーの、ドーン、こっちのバージョンもトンなのかな、あ、違う、あ、確かに違う、裏だから違いますね、多分こっちね、難しいんですよ、難しい、違う、かすれそう、文字ネイジャパンの焼き印ってどれですか、熱なんじゃない、熱いんですか、めちゃめちゃ熱いです、ほんと、かっこいい、熱々おでんみたいなあれじゃないですか顔にね、これはね、トーンです。トーン。え、もう大阪もそうですし、福岡の夜も。結構ギュってこう割と。うん。うまいっすね。めちゃめちゃうまいっす。うわ、これ気持ちいいね。確かに今の感じですね。大丈夫かな今の。忘れてる？緊張してるんです。いけるかな。いきます。声もやってない。そうね。なんか風が。風？ビルが動いた。タイミングが。いきます。ドーン。大丈夫でしょうか。おお、よかった。もういいんじゃない？大丈夫ですか？いや、完璧です。これね。完璧です。やった。命が吹き込まれました。命が吹き込まれましたね。次が。ここが熱すぎるんで。はいはい。なるほど、厚みをね、はい、同じだったら硬くなっちゃうから、これちょっと危険なんで私やります、これはね、危ないということで、職人が、ここがちょっと、もうすくという今甘かったんですけどで、ここが曲がりやすく、なるほど、はい、うーん、今横すいて、こっちもちょっとすきます、薄くなったんで、これで収まりが良くなりますね。で、これは今回を選んだ。使ってる、そうです。パックリです。お、入れて、で、あとはここをダーッと縫います。うん、ます、じゃあ縫いまでやってもらいましょうかね。難しいね。これ難しそうだね。縫いは。かっこいいな、もうここの感じがね、もう職人のミシン使ってますからね、これ同じミシンです、全然違う使ってるわけない、家にないだろ、これここでまず、わかりますよね、上げてもらって、ここ上がるんで、別にわかんないですよ、これやったことない練習しないとダメだよ、練習しなきゃ無理です、1時間くらい4で、結構いってるね、これも行って、はい、帰ってできたの、これこういうことなんですね、一応合ってるんですか苦笑いですけどこれちょっと無理かな隙間がこういうとこ、うん、これはちょっとやめておきましょうかじゃあ無理ですよ、これはや、リズムがあるね、リズムがあるね、チャン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 、
できました。あとはそうです、糸止めして、なんか糸止めが、何糸止めって出てるやつを切って溶かして、はい、できました。すごいね、綺麗だよやっぱり、ほらすごい、ね、めっちゃ綺麗だ、プロだからね。いいベルトじゃないですか、ケントさん、これ。そうなんですよ、これいいんだよ ね、 ね、でもこんな工程が多いと思わなかったね、うん、正直ね。だからちょうどここにね、ベリッションのイストリクト、うん、もうこれ見ちゃったら欲しいなんか愛くるしくなってくるこのベルトが欲しい。まあ、完成しました。しましたね。めちゃめちゃかっこいい。ね。でね、本当自分で作ると愛着がすごい。もうこれは持って帰りたいぐらいの勢いなんですけど、まあこれね、今回だから発売するんですよね。うん、発売するんで、まあ、次の動画でその発売の詳細を言うんで、よかったらチェックしてみてください。はい。いい経験だったよね。うちらは本当にこういうベルトの、あの工房とか本当見れないじゃん。うん、めちゃめちゃ楽しかった。楽しかった。あんま俺こういうの得意じゃないじゃん。うん、もうやるの。だけど俺でも楽しかった本当に。本当今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ではですね、次の動画でお会いしましょう。バイ。バイ。